大教とは、平安時代に代理、または大臣の邸宅で行った大規模な共演のことである。大きく分けると、二宮大教と大臣大教の二つに分けられ、さらに後者は、忍大臣大教と正月大教に分けられる。内容は大きく異なるが、大上宮の儀の後に開催された、雪雪へ、月雪へ、豊明雪への伝統の上に、大正大礼の際以降、 平成及び令和に至るまで大京の儀が開催された。危機においては、大京と書いて、大和へと読ませている。これは、古来から存在した、共演儀式を後世において漢字に当てはめて表記したものと考えられている。二宮大京は、毎年正月二日に、新王、九行以下近臣などが、中宮の及び東宮に配越して、共演を受ける儀式である。当日は、 参加者はまず両宮それぞれの電車の庭中にて、配越を行い、元気門清掃にて、中宮のの共演を受けて、六を賜り、続いて東日差しに移って、東宮の共演を受けて、六を賜る。古くは、軍神が皇后あるいは皇太子に配礼を受ける、樹賀儀礼が存在していたが、後に、それに代わって、貴族層に対する共演へと変質していった。 その時期は10世紀初頭の縁起年間と推定されている。なお、中宮のでの代表の主催が皇后ではなく皇太后、太子皇太后の場合もあった。これは、本来の中宮の皇后に限定せず、中宮の職の設置対象者を指していると考えられている。また、実際に中宮の代表を開けるのは、天皇と同居する妻子か母校で折貫などの、 有力者の後ろ立てがあって、初めて開催できた。大臣共演には大きく分けて、任大臣代表と正月代表がある。前者は大臣に任命された際に就任儀式の一環として行われたが、大臣の初任時、または大乗大臣に昇進した時に開催されたが、右大臣から左大臣への昇進などといった、大乗大臣以外の大臣への昇任の場合には、 行われなかったと見られている。校舎は毎年正月の1日を用いて行われる。古くは左大臣が4日、右大臣が5日に開くとされていたが、後には1月中下旬にずれ込む場合や、大臣就任の翌年のみ開く場合もあった。いずれも大臣の指定で開催されたが、公的要素を含む儀式でもあった。そのため、大臣外交の際には、宮中から、 雨栗や祖が送られた。大臣共演は大きく分けて、主催大臣に対する、拝礼、正式の宴会である、演座、今日の二次会に相当する、穏やか座に分けられる。参加者のうち最も上位にある者を尊者と、予備拝礼の中でも一番の品格として扱われ、通常は、大臣、大納言クラスがこれに当たる。なお、特殊な存在として、新能の参加する事例が挙げられる。 心王を尊者あるいはこれに準する存在とみなす説が古くから行われているが、実際には損者以化の品格を接待する柿下役としての役割しか確認できず、大臣代表における心王は大臣化の家人に代わって大臣に奉仕する存在であった。このような関連が成立した背景は不明であるが、天略2年に右大臣、 藤原諸介が大京で神皇を放仕させたことが、村上天皇の怒りを買い、翌々日に代理で行われた、御歳への内論議の儀式で退出を命じられるという事件が発生している。このことが影響したのか、10世紀後半以降に大京における神皇の参加は見られなくなり、同時期に書かれた、うつほ物語には、天皇が神皇たちの大京への参加を禁じた。 エピソードが登場している。大教会誌に際しては孫者に対しては、主催の大臣側から受け客氏が派遣されて、送迎を受ける。孫者が大臣の邸宅に到着するのを待って、他の品格が大臣邸に入り、孫者を先頭に拝礼を受ける。その後、数根にわたる演座が行われ、途中には、武学や、高階、犬階の参入が行われる。 続いて、場所を移して穏やか座が開かれて還元などの芸能が行われ、最後に六を賜って終了となる。任大神共演の方が、臨時の性格を有しており、正月大表より小規模であった。なお、石関やこの絵大将に任命された時も大表が開かれる場合があった。また、藤原氏の大表の場合内容が一部特殊で、 富士市長者から借りた手記台版を用い、また、藤原氏の市員である官学院の学生が参賀に訪れて録が支給されていた。なお、大鏡に藤原義封が代表を行ったことが記されており、それ以前に大臣による代表の記録が見られないことから、この時期に成立した可能性がある。本来、拝礼、共演、た物録は天皇のみが主催できることができたもので、 養老律令の犠牲霊願実情において、親戚や家令以下が排画をするのを例外として、親王以下に排画することは禁じられていた。すなわち、正月の儀式、宴会は原則として、天皇の体験に属していたのである。ただし、同期定でも、氏族の内輪での儀式、宴会は例外であったことが明記され、貴族や官人たちも様々な口実を設けて、新年の宴会を開催して、 仲間を集めており、奈良時代の段階においても、二宮や大臣による大教の素地が全くなかったわけではない。二宮大教や大臣大教が成立したとされる9世紀後半から10世紀初頭にかけて天皇主催の儀式が縮小されて、中華級官人はこれらから排除される傾向が強まった。そのため、代わりに二宮や大臣が排霊を受けることを口実として、 共演を行って接待するようになったと考えられている。また、大臣やこの絵大将の大教とは別に弁官や、蔵人の筆頭、自席クラスが就任時に過料のために共応する事例が見られる。このため、平安時代前期に行われていた、就任時の焼けを荒ンの監修が大教の成立に影響を与えたとする説もある。その一方で、 新儀式に記載された大臣大教の作法には、任大臣儀において天皇より大教開催の許可を得て開催できることが明記されている以上、記録上初めて天皇の許可が確認できる縁技14年の藤原忠平の右大臣任命時の大教以前のものは、私的正確なもので儀式としての大臣大教に含めるのは正確ではないとする見方もある。 室町時代には大京の様式が変化して、本膳料理が成立する。本膳料理は大京と同様に、酒礼、京膳、主演の三部から構成される儀礼的な食事であるが、酒と式参根と京膳、主演が座を移して、明確に区別された。また大京の酒魚が台盤と呼ばれる卓上に、なるいが並べられた、共同禅であるのに対し、本前料理では、 数と分の料理を客に配膳した、命名前に変化する。か田純淳一、平成大礼お話、し、P243 章寺、2018年、P181 から192章寺、2018年、P192 から198神や2016年、P237 から241、旧歴。 天略2年正月12.14日上山下、2012年、P220 から226神谷。2016年、P208 から211鈴木。2018年、P243 から246。ありがとうございます。